ダイヤモンドバックスのヘラルド・ペルドも内野手24が3日、日本時間4日、敵地でのドジャース戦を前にメディア取材に応じ、前日の試合中にベース上で話した大谷翔平投手29との会話の内容を明かした。ペルドもは前日の初回、投手交代時に二類走者の大谷に近づき、談笑。大谷も後ろに手を組んで、 顔を近づけ柔和な表情で会話を楽しんだ。前日の会話について、二類ベースに大谷が来た時に笑って色々話した、とペルドも。僕のことを、バカ、か、アホタレ、のどっちで呼んでみたい。って聞いたんだ、とリアルな内容を明かし、白い歯を見せた。そして、彼は、バカ、と言った、笑い、と大谷はペルドもを、バカ、 呼びすることを選択したとジョークを交えながら教えてくれた。また、ダイヤモンドバックスには通算2062アンダの元中日、矢沢健一氏の娘である谷沢純子トレーナーが在籍していることもあり、大谷に彼女のお父さんのことを知っているか、とも質問したという、大谷が知っているかわからないけど、彼は少し混乱しているようだったけどね。 そんな会話だった、ときちんと野球に関する会話もしたとアピールした。さらに、もし、大谷が早くグラウンドに現れるなら、彼女のことを大谷に紹介しようと思った。ともいい、彼女は毎日、新しい日本語を教えてくれる。違う言語を学ぶことは時に大変だから、と谷沢トレーナーから日本語を日々、学んでいると語った。 ペルどもといえば、昨年の救援でアリーグのクラブハウスに出向き、元気ですかバットにサインください、と谷沢トレーナーらから学んだ覚えたての日本語で大谷にサインを、おねだり、したことで知られる。大谷も笑顔でサインに応じ、サイン入りバットを見事にゲットした。このバットは、ドミニカ共和国の実家に飾っているよ、と胸を張り、 僕の父が昌平の大ファンだから、と自身だけでなく父も大谷が大好きと明かした。最後に、今日もも話しかけて、サイン入りユニフォームが欲しいなどと、交渉するかも、とちゃめっけたっぷりにこの日も大谷に近づくつもりと宣言した。